さんこんばんは。今夜の舞台はパルクデプランス。スタジアム全体がサポーターの熱気に包まれています。実況は西岡明彦、解説には国西隆さんをお迎えしました。お送りするのは準決勝のファーストレグ、パリサンジェルマンがバルセロナと戦います。ついにベスト4同士の戦いですか。ワクワクするようなカードになりましたね。決勝進出をかけた勝負の一戦目となるこのファーストレグ、目の離せない試合になるでしょう。こちらがパリ・サンジェルマンの先発メンバーです。ゴールキーパーはドンナルンマ、マルキーニョスとリュカ・エルナンデスがセンターバックに、そしてトップはエンバペです。こちらがバルセロナの先発メンバーです。ゴールキーパーはテアシュテーゲン、ジュール・クンデとカンセロがサイドバックに、ギュンドアンとフレンキー・デヨングが中盤の真ん中、そしてトップはレバンドフスキーです。通っていたら危ないパスでした。ナイスカット。体をうまく使ってボールを守っています。マルキーニョス、ビティーニャ、マヌエル・ウガルテ、裏までしっかり見えています。決定的なシュートでしたがミスになりました。ディフレクションです。ここに来て明らかに試合の主導権を握っていますね。このコーナーでサポーターの声もひときわ大きくなりました。いいところにパスが入った。これはいい読みです。ナイスブロック。ギュンドアン、ボールが前に運ばれてきました。どんな駆け引きを見せてくれるんでしょうか。マルキーニョス、リュカ・エルナンデスに渡った。うまくつないでいましたがここでボールを失いました。ザイール・エメリ、ハフィーニャ、レバンドフスキーへ、ジョアン・フェリックスに渡る。きた。決勝進出をかけた大事な舞台でチームは先制ゴールを挙げました。主勢に回っていたチームが決定機を見事ものにしました。この1点は大きいですよ。さてパリ・サンジェルマンボールのキックオフです。1点を追いつくために反撃開始となるのか。ウガルテ、ギュンドアン、ハフィーニャに渡る。ギュンドアンに戻る。ジョアン・フェリックス。前半終了を告げるホイッスルがパルクデプランスに。再びキックオフです。前半はバルセロナが1点リードしました。どんな後半になるんでしょうか。ザイール・エメリ、ここでハキミ。ゴールの予感のある形になってきました。パリ・サンジェルマンチャンスになる。ハキミ、カウンターアタックのチャンスです。ジョアン・フェリックス、ギュンドアン、キーパーがセーブ。守護神の名にふさわしいパフォーマンスです。
パリ・サンジェルマンの選手交代です。さあ選択肢はいくつかあります。ビティーニャ、ここでヌーノメンです。ザイール・エメリ、パリ・サンジェルマンにチャンスが来ました。このピンチをタックルで防ぎました。アラウホ、狙いすましたスルーパスをカット、危機を出しています。フレンキー・デヨング、中を狙ってきました。気は抜けない展開です。ここはフリーキックです。直接狙えそうな距離ですね。押し込めるか。危ない局面でしたが、なんとかしのぎましたね。ビティーニャ、ボールはエンバペ、同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。隙を伺います。ここはボールをクリアしました。バルセロナにフリーキックが与えられました。ここでパリ・サンジェルマンが選手を交代します。フレンキー・デヨング、ここでフェラン・トーレス、さあ自ら持ち込んでいく。レバンドフスキーへ、フェラン・トーレスに渡る。ファールで止めざるを得ませんでした。イエローカードが出るかもしれません。これはイエローカード、警告です。注意を受けていましたからね。これは仕方ありません。このイエローカードには監督も納得がいかない様子です。ファーサイドのレバンドフスキーへ、まだ危機を出していません。危ない場面もディフェンスがクリア。試合終了の笛が鳴りました。ファーストレグを制したのはバルセロナ。順調に相手をリードし、まずは一安心といったところでしょうか。これでセカンドレグへの心理的な余裕が生まれましたね。